森重和、森重和、森重和、1954年11月18日帯は、千葉県調整郡一宮町出身の元プロ、野球選手、投手、う藤右みちコーチ、監督、野球解説者、評論家。シーズンより、中日ドラゴンズシニアディレクターを務める。マネジメント契約先は、吉本工業グループの芸能事務所、吉本クリエイティブエージェンシー。 愛称は、森重。科学技術工業高校では2年時のから AS となるが、3年時のに廃校が決定。同年夏の千葉大会では、桜高校に敗退後、同大会で審判の判定に不服を訴えて抗議した様子が、駒沢大学、藤田春君学館目に泊まり、駒台高校へ転校。卒業後は、駒沢大学に進学し、 東都大学リーグでは在学中5度の優勝を経験。3年時のは、春秋連続優勝を果たし、同年の日本選手権でも、決勝で、大阪商業大学を破って優勝。4年時の春季リーグでは8勝を挙げる活躍で、最高主君選手、最優秀投手、ベストナインを受賞。同年の日本選手権1回戦で、近畿大学工学部を相手に完全試合を、 達成するが、準決勝で、大表大に敗退、敗者復活戦でも東海大学に敗れた。一方、同年の、第5回日米大学野球選手権、大会日本代表に選出された。リーグ通算41試合に登板し18勝9敗、防御率2.11、191奪三振。1976年のプロ野球ドラフト会議で、 ロッテオリオンズから一位指名を受けたが、私にはまだ足らないところがあると、両親や監督を同伴せず、一人で、金田正一監督の元を訪れた上で断りを入れて、入団拒否し、住友金属へ入社。の、第48回都市対抗野球大会に、出場するが、1回戦で東芝に、延長14回の熱戦の末に敗退。同年の社会人野球日本選手権大会では、 中村雄二とバッテリーを組み4連勝。決勝で電電四国を下し初優勝を飾る。この大会では最高主君選手賞を受賞。国際試合では同年の第3回インターコンチネンタルカップ日本代表に選出された。また、には後に中日で監督とコーチの関係となる落合博光らと共に第25回アマチュア野球世界選手権。 日本代表にも選出された。しかし、同年の第49回都市対抗野球大会では1回戦の対日本学器戦で頭部に支球を受け、骨折するアクシデントに見舞われた。1978年のプロ野球ドラフト会議で、西ブライオンズ、中日ドラゴンズ、ヤクルトスワローズ、日本ハムファイターズの4球団から1位指名され、抽選の結果、西ブライオンズに入団。 悪気ながら、先発陣の一角を占めるが、チームが最下位に沈んだこともあり、5勝16敗に終わる。しかし2年目からはコンスタントに2桁勝利を記録し、東を治む、松沼正幸らと共に、西武投手陣の中心となる。広岡達郎が監督に就任したは、開幕投手に起用されるが、その後4試合結果が出ず、広岡がリリーフ転向を決断。 シーズン途中からリリーフとして、西部のところ転後の初優勝に貢献。中日ドラゴンズとの日本シリーズでも3試合に、登板した。2は5勝5敗34セーブ。34セーブは、当時の日本記録の成績で最優秀救援投手を受賞。読売ジャイアンツ、巨人との日本シリーズでは、第3戦で、中畑清志にサヨナラヒットを打たれ負け投手。 第4戦でセーブを記録した。その後は、怪我に苦しみ徐々に成績が低下、は、肩の手術のため現役選手登録されず、周期は、若手と、とも、ヒューストンアストロズのアリゾナ教育 L 参加部隊、アリゾナアストロズに、野球留学した。限りで、現役引退。引退後は、指導者の道に進む。からまで、西部ブ二軍投資コーチを務め、 からは、ロッテ監督へ就任した八木沢総六の後を受け一、軍投手コーチへ就任。シーズン途中、投手陣の低迷の責任を取らされる二軍へ、配置転換となり、二回顧。からまでは、日本ハムファイターズ一軍投手コーチを務めたが二年連続で、チーム防御率5位と低迷した。からは、森正明に壊れ、横浜ベスターズ一軍投手コーチへ就任。 まで務めたが、チーム防御率4.09、リーグ5位と4.80、リーグ再開と低迷。日本ハムと横浜の両球団で、投手陣が不振に陥り、再開に沈んだ。からは、中日ドラゴンズの監督に就任した、落合博光からの要請を受け、中日の投手コーチに、就任。まで、中日ドラゴンズ一軍バッテリーチーフコーチを務め、 にヘッドコーチへと昇格し4度のリーグ優勝、1度の日本一に貢献し、に対談。からは、文化放送 J スポーツ他の野球解説者、スポーツ日本、スポニチの野球評論家を務めた。2013年10月22日、翌より中日のヘッドコーチに就任することが発表された。11月1日には、背番号が80に決定したことが発表された。 なお、2014年から2015年までは監督の谷繁元信が選手権人だったため、谷繁が選手として出場した場合は、森が監督代行を務めていた。から谷繁が専任監督になったためヘッドコーチに専念することとなったが、チームの成績不振が改善できず優勝争いにも加われなかったため、谷繁が休養。 事実上の監督解任となった同年8月9日から再び監督代行となった。2016年9月29日、中日球団から来期の一軍監督就任が発表された。63歳シーズンにして自身初の監督就任となり、監督初就任時の年齢としては1998年に60歳シーズンで監督初就任した近藤博士を得、 史上最高齢となる。また中日では山田久志以来となる投手出身及び OB 以外の監督である。コーチ陣は打撃コーチに土井雅宏、内野守備総類コーチに森脇コーチ、奈良原博士、バッテリーコーチに田村富士を招聘した。森脇はヘッドコーチ格。8月7日、長女が乳がんのため死去した。 同月13日の対東京ヤクルトスワローズ戦は、通夜三列のため、2回終了まで式を取った後、球場を離れ、3回以降は一軍、内野守備総類コーチの森脇が、監督代行を務めた。翌日の告別式には、白井文吾球団オーナーや、落合元 GM の他首脳人、選手と球団関係者も参列し、15日の対横浜 DNA ベイスターズ戦、 宇宙中止から監督に復帰した。2017年、2018年シーズンとも5位に終わり、2018年、限りで監督を退任した。2019年からは1年ごとの契約更新制で、球団シニアディレクターに就任することが発表された。主に外国人選手の獲得調査やトレード、FA 選手の獲得の障害を補佐する役割を担う。口が固く絶対に、 投手の調子などを外に漏らさない。ドラゴンズのコーチ時代は、監督の落合博光からの信頼が厚く、落合から、投手のことは一切口出しされず、投手起用の全権を任されていた。選手に対しての指導が厳しく、西部投手コーチ時代に、駒沢大学の後輩でもある、竹下淳が不甲斐ないピッチングで、KO された際には、当時バッテリーコーチだった、大宮達夫、 大学時代にバッテリーをんでいたと、ステレオで竹下を怒鳴りつけたこともある。しかし、兄貴分として慕われ、人望が厚い。吉見和樹は、トークショーで、森コーチは怖かったですかという質問に対して、あの人は来ないんです。すごくいいお父さんという感じ。テレビで見る姿と本当の森さんは違う。本当にいい人と答えていた。ただし、 一度だけめちゃくちゃ怒られたことがあるとも答えている。西部、横浜のコーチ時代から、ともりけつの能力を高く評価しており、中日では、落合監督に獲得を進言したこともある。また、2014年からは、ヘッドコーチと投資コーチという関係となり、2017年は、監督と投資コーチという関係になった。杉下とは指導者としての指定関係であり、 西武ライオンズで共に一軍投手コーチを務めていた、時のことを、杉下は、選手をというより、森重和投手コーチを一人前にするのが仕事で、各体源、渡辺久信、工藤君康、塩崎哲也、香取義からが主力だから、コーチなんかいらないよ。いろいろな球団に行ったけど、一番楽だったと述べている。なお、中日ドラゴンズの OB である杉下は、毎年、 中日の春季キャンプを訪れ、臨時コーチを務めている。就任時から、チーム方針として、守り勝つ野球を掲げた。また、機動力向上を目指すため、足を絡めて一点をもぎ取る野球をチームに、浸透させた。また、落合博光、谷重元信が、監督時代にほとんど行わなかった、ファンサービスを増やした。中日のコーチ就任後は、 外国人選手の獲得にあたって森が自らドミニカ共和国で開催されるウィンターリーグの視察を行っておりそこで得た情報などをもとに獲得することが多い2014年に復帰した際には編成部国際障害担当の方が気もつけられている森曰くダイヤの原石がゴロゴロいる年2006年には西部時代の同僚だったドミンゴ・マルティネスをスカウトに任させ 独自の外国人獲得ルートを形成した。そのため、森が初めてドミニカに渡った2004年オフから退任までの2011年、復帰した2014年以降のスケットは、ほとんどがドミニカ共和国を中心とした中南系の選手である。突起ない限り、プロ野球中継。参考。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。